石川のファッション業界を盛り上げようと、衣装もモデルもオール石川のファッションショーが初めて金沢市内で開かれました。コロナ禍で大きな影響を受けている地元のファッション業界、石川の魅力を発信し地域のモデルに出演の機会を作ろうと、地元企業や専門学校などが石川コレクション実行委員会を結成し、今日初めてファッションショーを開きました。モデルのほとんどが県内在住で、小学1年生から成人までおよそ200人が出演しました。衣装は秋の行楽に向けたファッションなど、テーマに合わせてモデルが自分でコーディネートしました。また加賀友禅は着物だけでなく、カジュアルな洋服に仕立てた衣装も紹介されました。実行委員会は今後も継続して開催していきたいと話しています。